年を取ると体のさまざまな部分に変化が現れます人生の折り返し地点と言われる450代は心身に大きな変化が生じる時期です細胞数の減少や細胞そのものの働きが低下することで生理的老化が進行します内臓の働きが低下し甲状性維持機能も低下しますので 新たに健康上の問題が発生しやすくなりますさらに女性も男性もいわゆる更年期と呼ばれる時期を迎えます女性ホルモンのエストロゲン男性ホルモンのテストステロンの分泌が減少しさらに変化が大きくなりますその結果疲れやすいあちこちが痛い 風邪を引くと長引く、転びやすい、持病が増える、体、頭が回らない、気力が湧かない、頑張りが効かない、気落ちしやすい、トイレが近い、夜中に目が覚める。このようなことは視聴者の皆様もいろいろ経験されていると思います。また、自身を取り巻く環境も変化します。 人間は自分や周囲の変化に対しては適応力を持っていてある程度は変化に対応できますが40代以降にはそれがだんだんと難しくなります。平時の状態からストレスが加わった時に対応できる予備力が減り少しのストレスをきっかけに心身の働きが低下したり 病気にかかりやすくなります弱った状態から回復する力も低下するため病気にかかりやすく治りにくくなりますこの状態をフレイルと呼びます一般的なフレイルの基準フリードの基準には5項目あり3項目以上該当するとフレイル 1>, 1または2項目だけの場合には、フレイルの前段階であるプレフレイルと判断します加齢に伴う心身の変化について、今一度ご自身で確認しましょう